こんにちは、脱サラ大手メーカーの脱尾明です。今日は元社員が語る三菱電機の給料事情というテーマでお話をします。まずは簡単に自己紹介です。このようになっています。自己紹介の動画を概要欄に貼っていますので、よろしければご覧ください。はい、それでは早速三菱電機の年収見ていきます。で、この年収の対象なんですけども、学歴が、大学卒業以上ですね。で、まず注意点なんですけど、メーカーの平均年収は低く見られがちということで、まあ、よく四季報なんかにも平均年収って載ってるんですけども、あの平均年収ってブルーカラーの人も平均に入ってるんですね。ブルーカラーっていうと、高卒だったり中卒だったりで現場に入っている人たちのことですね。なんで基本的に大卒の人のそれ以上の学歴の年収を見たいということであれば、ちょっと、まあ、参考程度に四季報をしておくっていうのが大切です。で、気になる年収なんですけども、もう大体年齢 ×20 万円、これで見ることができます。で、この数字は残業30時間程度の数字となります。例を出すと、30歳だと600万円ですね。30歳 ×20 万円で、年収が600万円程度という数字になります。まあ、これを高いと思うか低いと思うかは、まあ人それぞれだと思うんですけども。で、初任給なんですけども、学部卒が 21.5 万円で、修士修了しておくと24万円弱という初任給になってます。で、これ5年で約1万円程度伸びてますね。まあ、すごくいい時代になったなと思いながらこれを見てました。で、気になる昇給なんですけど、だいたい毎年1万円程度です。で、役職、まあ、課長以上になると、これですね、一つの、区切りというか、年収1000万円を超えてくるのがこの課長以上ということになります。で、今ちょっとコロナで難しいんですけど、海外出張に行くと毎日5000円程度の手当がつきます。まあ、これは場所によっても変わるんで、まあ、参考までに、まあ、海外に出張すると、お得だよということです。で、以降2018年からの大きな変更点があります。大体みんなですね、まあ、年功序列の会社なんで、32歳から33歳ぐらいで役職に就くんですけど、そこの役職に就くと、まあ、大体年収800万円ぐらいまで行くんですけど、残業代がもらえなくなるっていうことがありまして、ただこれが2018年から変わりまして、その役職についても残業代がもらえると。まあ、これはかなりいい変更ですね。はい、続いて福利厚生を見ていきます。で、福利厚生、まあいろいろあるんですけど、まあ、一番大きいのがやっぱり家賃補助なんで、もうこの一つに絞って説明します。で、まず寮なんですけど、期間が32歳まで入ることができて、家賃が光熱費込みでだいたい 1、2万円、まあ、これ場所によるんですけど、まあ、かなり格安ですね。で、食堂もあって、まあ、1食400円程度で食べられることができます。で、寮っていうのは、まあ、法人契約、会社の契約になるんで、節税のメリットにもなります。はい、そして結婚すると、期間7年で社宅に入ることができます。で、社宅、まあ、これもちろん場所によるんですけど、だいたい4万円程度で 3LDK、まあ、かなり広いところに住むことができます。普通に借りたら、まあ、12万円とかもうちょっとしたりするんで、だいたい3分の1ぐらいの値段で住むことができます。そして社宅に関しても、持ち物が会社のものなんで、法人契約なんで節税のメリットになると。ただ社宅が嫌だよっていう人は、個別に賃貸を借りることもできます。で、個別に借りると家賃の半額を補助、まあ、上限5万円っていうのがあるんですけど、だからマックスで、まあ、10万円の、家に住んで5万円の補助をもらう。ただこちらは、給料に組み込まれる、まあ、課税の対象になりますので、まあ、社宅や寮に比べると、まあ、ちょっと損かなというところです。はい、最後にサービス残業について見ていきます。で、三菱電機って結構ブラックっていう噂も、大きい噂もあったんですけど、数年前にですね、自殺報道が何件か出まして、サービス残業がかなり減ってきている状況であります。で、これは、まあ、社長の命令ってなかなかないんですけど、社長命令でとにかく最優先で、このブラックの体質を変えろという命令が飛んできましたので、その改革が進んでいると。
で、これ今、私はもう退職しましたけれども、まだ仲間が何人か三菱電機にいまして、まあ、これかなり進んでいっているよという話は聞いています、まあ、ただもちろんゼロになっているかといえばそうではないですね。はい、本日の動画以上になります。今日は元社員が語る三菱電機の給料事情というテーマでお話をしました。このチャンネルでは市場価値の向上に役立つ動画を配信しております。興味を持ってもらえたらいいねやチャンネル登録よろしくお願いします。こんな動画が欲しいなどの要望があれば気軽にコメントまでお願いします。ブログやツイッター、インスタグラムもやっていますので、よろしければチェックお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。